岐阜清流国体競泳競技2日目の模様をお伝えします。今年の国体の舞台は岐阜県、競泳の会場は岐阜市にあります岐阜メモリアルセンター長良川スイミングプラザです。上空青空と雲が半々といった天候で競技が行われています。屋外プールです。競技の模様はオリンピック3大会連続出場東海学園大学准教授林明さんの解説、レース後のインタビューは別井孝之アナウンサー、実況稲垣秀人でお伝えいたします。林さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。昨日から競泳競技が行われていますが、もうニュースなどでご存知の方も多いかと思います。前人未到の大記録が飛び出しました。昨日この国体で誕生したその大記録についてまずはお伝えします。少年男子 200m の平泳ぎで世界新記録が誕生しました。あのロンドンオリンピックの金メダリストダニエル・ギルタ選手の記録を破ったレース、その模様をたっぷりと振り返ります。日本記録の更新、さらには世界新記録へも期待がかかる少年男子 200m 平泳ぎの決勝、注目は4コース鹿児島の山口です。自己ベスト2分7秒57、あと100分の6秒で日本新記録。4月から8月までの間に2秒以上自己ベストを更新してきました。2度高校新記録をマークしています。鹿児島の山口は4コース手前から4人目です。早くもリードを取っています。手前側2コースの後藤も前につけていますが、さあまずこの入りどうでしょうか。はい、前半ポイントで 50m の入りは29秒の前半、まあ、29秒2とか3ぐらいで入れると一番いいですね。はい、予選では前半 100m が高校新記録を上回るペースでしたね。はい、さあその前半の50は29秒16。はい、この入りどうでしょうか。非常にいいと思います。問題はこの後の 100m の入りです。1分1秒台ですね。1分1秒後半でも結構ですので、1秒台でぜひ入ってほしいですね。高校記録ですと1分2秒19、それを上回れるかどうか、1分1秒台いけるかどうかというお話。すでに体1つ以上リードを取っています。4コース鹿児島志布志高校3年の山口、時計の針が1分に近づいていく。前半100のターンは1分1秒台出ました。1分1秒72、非常にいいタイムしてますよ。はい、後半ここでいつもの5秒前半ぐらい、1分5秒台で入れば、日本記録、世界記録可能性十分ありますね。はい、1分1秒台の入りですと世界記録にも迫るようなタイムでしたね。はい、はい、次の 150m のターンを1分34秒台ですね。34秒台で入ればかなりの確率で世界記録可能性あります。世界記録の確率も見えてくるという150のターン、1分34秒78でターンしました。これはかなりのビッグですよ。さあご覧のようにもう完全にリードを取っている。もう勝利は間違いないところ、あとは記録の勝負。残りまもなく 25m、 一人旅になっている。さあ残りの 25m、 大事なことは何でしょうか。はい、この後です。この後テンポを変えずにここから上げていってほしいです。後半は本来強い山口、鹿児島志布志高校3年の山口がさあ記録に向かってあと 10m を切った。高校3年生の山口がこの岐阜国体で世界新記録をマークしました。2分7秒01。ロンドンオリンピックの優勝記録も大きく上回る素晴らしいタイムです。いやー、すごかったですね。やはり前半の入りが1分1秒台と非常に良かったと思いますね。しかもこの風が少し吹いている屋外のプールで、はい、生まれた記録です。本人自体も外の距離は非常に大事だと言ってましたので、まあ、それも一つ、まあ、外の距離が良かったというのも考えられますね。正直狙っていたのは2分6秒台だったので、まあもう少しで、人類初の2分6秒台まであと少しあったので、まあ、課題の残るレースでもありますし、来年の世界選手権が本当に楽しみになってきました。
林さん、改めてこの記録を生んだ原動力何だったんでしょうか。やはり前半の入りが非常に良かったということもあると思いますし、やはり泳ぎを見てても、はい、やはり普通足を引きつけた時に体が一瞬止まるところがあるんですが、そういったところはなく、まあ、本当に平井先生も言われてたんですが、リニアモーターカーのように一定のスピードをずっと保ちながら泳いでるような、印象を受けますね。平井紀正コーチはそのブレーキがかからないというような表現もしていました。非常に力強い泳ぎでコンスタントに2分7秒台を出せるようになってきて、昨日のレースではご両親も応援をしていたんですけれども、入りが早すぎて最後まで息が持たないんじゃないかとちょっと心配しながら見ていたというようなお話もされていたんですけれども、息が切れることはなく2分7秒01の見事な世界新記録での優勝となりました。山口晃浩選手のレースご覧いただきました。こちらがその結果です。鹿児島の山口晃浩、2分7秒01で世界新記録、これまでの記録を0秒27更新しました。ご両親の話ですと、オリンピックに行けなかった、日本選手権で敗れてかなり期するところがあったんじゃないか、記録で勝負したい、かなり強いこだわりを持って夏秋に向けて練習してきたようですね。そうですね、やはり今シーズンインターハイ、ジュニアパンパシフィック、そして全国 JO、その大会それぞれに、オリンピックでいうと銅メダルの、記録でもありますので、それだけ高いレベルで今回臨んできたこの世界記録ですので、すごい今後可能性を秘めたまたタイムじゃないかなと思いますね。指導する平井紀正コーチの話では、来年本当の進化が問われると、今度は6分台へ期待したいと思います。6秒台へ期待したいと思います。